そうですね。じゃあちょっと早速お話を始めていきたいと思いますが、津田さんのその、作品のモチーフといいますか、まあ、ちょっとその今回ね、面白いというか、そのいつもの展覧会ともしかして違うかもしれないなと、普段こう参加されているような展覧会とちょっと違うかもしれないなと思っているのは、やっぱりそのお題があるというか、こうテーマを決めなきゃいけないっていうことなんですよね。で、まあ大元にはその東京っていうのと、そのバックアンドフォースみたいな、ある種のこう伝統的なものみたいなものを組みつつ、現在の東京らしさとか、なんていうのかな、そのアピールする部分みたいなことを 抽出してもらって、それをモチーフにするっていうことなんですけども、まあ、ちょっと普段はね、割とそういうテーマとか、そのモチーフみたいなものは当然こう自分の、アイデア、自分で考えるアイデアとしてやってると思うんですけども、まあ、今回そういった新作を制作するためのモチーフをこう一からこう決めていくっていう方法で、やってきているわけなんですけども、まあ、今回その津田さんは割とその出品をお願いするときから、割とこう東京都津安二郎みたいなところは定まっていて、でそこからじゃあそれをどういうふうに広げていこうかっていうことをずっと考えてらっしゃったと思うんですけども、その何て言うのかな、小津安二郎をモチーフにするっていうのを決めてから、まあ、今までの間にちょっとどういう変遷があったのかというところを少しお話しいただいてもいいですか？ 変遷結構ありました。そうですね。最初に依頼があった時、まあ、割と最初の段階からオズはあったかな。でもその前はその愛知の作品で、和室だったんですけど、すごくサイトスペシフィックな、で割と借景的なものだったんですね。で、あの世とこの世みたいな、と遠い過去の時間と今とあの世っていう、なんかあの世だったり、映画の空間だったり、その時もオズを弾いていて、でそういった時間と空間を行ったり来たりすると。でその中で鑑賞者がこう自分の居場所を見つけつつ、空間に対してなんか自分のこうセンサーを高めるというか、空間の中で発見をしていくみたいなことだなと思っていたんですけど、でその時にその小津の中、映画の中での身のこなしというか、振る舞い、立ち居振る舞いみたいなことを映像の中に取り込んでいて、でそれを空間に落とし込んで、空間の中で再現してっていうことをしてたんですね。で、まあ、鑑賞者にとってはその自分がいる空間がの中でその動きが再現されているみたいな。でそこで、まあ、頭の中でこうバーチャルな映画空間まで想像するかわからないですけど、まあ、ちょっと違った身のこなしをする人たちがいるみたいなことだったんですが、まあそれはそれでやりたいことはできていたというか、私はある感触あったんですけど、ちょっと今回の会場はそういったことを、どこまでできるかなっていうのをいろいろと考えました。で、まあ割と、得意とするというか、その鑑賞者をある意味共犯者にして、中に取り込んで、その鑑賞者自身の視線とか自分の動作みたいなのを取り込んで、取り込むというか、作品の中の大事な要素として扱って生きていたんですけど、それがどのくらい空間の中で作り込めるかなっていうことを考えて、ちょっと違うやり方というか、をしたいなと思いました。で、
これはあの、まあ、VR の技術は使ってないんですけど、うん、この家の空間、昭和の暮らしをした、ちょっと待って、そこまで飛んでいいか。オズの中でそのもうちょっとそのテーマというかモチーフなのかな、まあ、テーマの、うん、ことなんですけど、オズの動き、オズの映画の中での女性の動きっていうことが私は特徴的だなと思って、それについてのパフォーマンスとかもして、うん、それは畑中さん見ていただいたりしていたと思うんですけど、うん、去年制作したもので、うん、でそれオズを今回扱うのなら、もっとそこにフォーカスしたいなっていうことを思って、うん、でまあ映画を繰り返しその女性の動きに注目して見ていたりすると、うん、やっぱりその生活空間での映像が多いので、うん、あの実際の暮らしみたいなことがすごく気になってきて、うん、これはオズ特有はどこまでなのかっていうところとか、うん、あの実際のその頃の暮らしっていうことが気になってきて、それでリサーチをこの先週かな、先々週、昭和の暮らし博物館っていうところで、うん、まあ、館長の小泉和子さんにインタビューさせていただいて、いろいろ聞きたいところを伺って、うん、まあ、実際にその小泉家が暮らしていた家が保存されているので、昭和の時の暮らしのまま、うん、まあ、その中でいろいろとこう拝見していったっていう感じです。うん、で、そうだな、さっき何をした。で、モチーフについてはそういうふうに、キーワードはオズなんですけど、うん、より細かくだったり、少しその、昭和の暮らしっていうところにずれていったというか、広がっていったっていう感じがあります。うんうんうん、なんか最初確かにその何て言ったらいいですかね、その漠然とこう映画の中の空間みたいなこうイメージがあって、だからそうですね、今そのこうタイトルというか テーマのそのタイトル的なものっていうのが、作品のタイトルじゃなくてこうテーマの設定っていうのが、仕草とかまあそういうちょっとこう振る舞い的なのところに映ってきてますけど、まあ、最初はもうちょっとその映画の中の映像の中のこう空間っていうイメージだったそうですね、ような気がするんですね。でそれで実際確かに津田さんの作品ってそのなんていうのかな、こう映像の中の映像で空間を扱うものっていうのが 割とこう多かったと。ちょっとこうイリュージョンな感じのも含めてね、イリュージョンっていうことも含めて、なんかその映像で作られる空間っていうところがあって、でそれはバーチャルなものもそうだし、実際にそのこう現実にある空間の中で現実の空間の中とその映像の中の空間っていうものをこ うまく、うん、まあ、うまいこと混乱させるっていうのかな、そういうイリュージョニスティックな感じっていう、まあ、そういうことを、そういう作風も一つ津田さんのね、これまでの作風の一つだと思っていたので、今回 その映像空間、オズの映画の中にある空間とかそういったものに着目するって、あ、面白いなと思ってたんですけども、なんか どんどんこう深まっていった感じがあって、なんかいいですよね、いいですっていうか、はい、その結構こうプロセスが割とこうすごくこうどん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 進化していって深まっていって、すごくいい、その今回の、ね、リサーチっていうのは一つ大きなポイントになってるんですけど、そのリサーチがこ うまく作品の進化に深めることにつながってるなと思って、うん、でそれがなんかどっかでこうジャンプした感じがあってね、それこそそのこう昭和の暮らしっていうようなところにこう着目していくようになったっていうのが、一つこう作品のこうプランニングの中のプロセスの中の転機というか、ちょっとこう変わった部分というふうに思っていて、でそれで例えば最初の展示プランを全く全くでもないけど、それこう結構大幅に変更して、今の
ものに至るっていう感じ、はい、でなんかさっきその相取りの愛知の話もしてあのいただいたんですけども、やっぱりなんかああいうその家屋の中の空間とか、なんていうんですかね、ちょっとこうあの建物の中の建物の中でその映像を、まあ、インスタレーションを行う、その建築空間を含めたインスタレーションってことだったんですけども、なんか今回の場合っていうのはなんかそのもともとあるものじゃなくて、むしろそこにあの完全に人工的なねあの空間にその昭和の空間を持ってくるみたいな、そういうあのアイデアに 変更したっていうのかな、 変化あの変更してされていったとあの思うんですけども、なんかあのそうですね、ちょっとその現在の作品のプランについてちょっとあのこうそこの変わっていったポイントみたいなのも含めて、ちょっともちろんその、昭和の暮らしのそのご覧になったっていうのもあると思うんですけども、あのちょっと その辺のこう経緯というかなんかもちょっとお話しいただけると、その、館長さんのその、館長さんですね、はい、館長さんのお話、どういうお話だったか聞けてとか、そういう話もちょっとお聞きしたいんですけど。はい、そうですね、最初はそう、なんていうのかな、あの、オズの中にある映画の中にあるこう構図だったりを、もっと抽象化して、なんかあのどこの特定のシーンとかではないんだけど、なんとなくそのなんかそのものがオズの構図っぽいみたいな、うん、なんかあの導き出せないかなとか考えていたんですけど、それは、構造物で、なんていうのかな、鏡とか映像が中に組み込まれていて、うん、でその中に人が映、うん、し込まれてみたいな、あの割とその、まあ、前に ICC で展示させてもらった作品の、うん、その距離感だったり構成がオズ版みたいな感じで考えたりしてたんですけど、うんうん、まあ、もっとその人の振る舞いの方に注目していったっていう感じです。うん、で、まあ、私その、まあ、去年相取りの後に、そのパフォーマンスでより女性の動きみたいなことに注目したり、うん、それをスコアにしたりとか書き起こしたりとか再現したりとかしているのもあったので、まあ、もっとそこに注目したいっていうこと で、で最初は、まあ、構造物をどっかこう浮遊感のあるところに置くか実際釣るかみたいなプランだったんですけど、うんうん、そうではなくて、もっと暮らしの一部を再現するというか、まあ、でもはっきり再現するのではなくて、私は本当にその時の暮らしっていうのは見たことがない、うん、私ニュータウン育ちですし、あの畳の部屋に住んだこともないです、ね、で基本そうなんですか、生まれた時からご飯はテーブルで食べてて、お茶ぶ台で暮らしたこともない。ニュータウンって畳の部屋ないんでしたっけ？ある家もある、ある家もありました。でもそれはわざわざ和室として作って生活する場所ではなかったですね。ね、72年ぐらいってことですよね。そのつまり万博の後にこう立ち始めたのね。そうですね。うん、なるほど、すみません、ちょっとお話、ちょっと話で、私はその、うん、そういう暮らしをしてきてはいないと、うん、で本当に映画の中で白黒の世界でしか知らないっていう、そうなんだで、まあでもそういう目で見ていて、まあ、立ち上がる動作とかがすごくあるなっていう、で真似してみたんですけれども、うん、あの杉村春子とかの できないそんなに早くすっと美しく立ち上がれないっていうのをとかが、あのでもそんな大変じゃなさそうにしているし、なんかそこら辺気にな、気になって、いろいろ質問していたら、やっぱりその小泉さんもあのお辞儀するとか座る立ち上がるみたいな、
動作っていうのが昔はもっとあったけど、だいぶなくなってきている。うん、なんか、なんていうのかな。すぐ立ち上がって、ただ立っているっていうことは基本しないっていう。なんかね、これもちょっと。立ってるっていうのは、うん、動作としては良くないみたいな、当時。そうなんですね。いや、なんかその、前にもちょっとそのリサーチというかそのブリーフィングみたいな形で話したかもしれないですけど、例えばそのオズとか昔の映画に出てくる、特にこれは男性というよりはその女優のね、あの話し方、例えば、うん、なんとかなぜ吸ってよみたいなあるじゃない？あれって、あそうだったかしらみたいな、なんかそんな話し方しないだろうって、あれはでも本当にそうなんですよ、です、ね、昔の人は、うん、昔の人は本当にちょっとそういう感じはまだありますね。ああいうのがなんかこう芝居がかってると言っていいのか、なんかその今から聞くとね、ちょっとそういうふうに感じれるんだけど、でもあれは本当に日常的にそうなんですよね。っていうことが、なんていうのかな、いろんなものでそう実感できますよね。例えばテレビのそのアナウンサーでもそうだし、今と全然喋り方が違うっていう、うん、例えばそのアナウンサーなんていうのは、ね、アナウンサーも違うんですね、うん、なんかこう話し方って変わらなそうだけど、でもやっぱり60年代とか70年代ぐらいのアナウンサーと今のアナウンサー全然喋り方が違うし、なんていうかそういうこうあんまりこう変わそんなに変わらないんじゃないかみたいなものが結構変わってるんですよね。あれはあれはそのマイクの性能とかテクニカルな問題もあるんですか？いやー、そういうのはなく、なんていうのかな、でもその声が張っている感じはある、なんか高くて、あ確かにそうですね、艶っぽいというか、そうですね、それがなんか、うん、あとはなんだろう、その話し方面白いですね、発声の仕方みたいなのが違っている、うん、その日常的にでもそうなんだよね、うん、だからもちろん日常を反映してきっとアナウンサーの話し方とか変わってきているとかあると思います。なんかまあ例えばその逆みたいなのがあると、例えばその演劇なんかだと演劇はこうやっぱり芝居当たり前って当たり前ですけど芝居臭いじゃないですか、その喋り方とかね、そういうこう話し方が全然違うと。で、それはもう演劇の話し方なんだ。台本なんかにしてもしかり。で、こうその後に、いや、それはその不自然なんで、こう現代交互劇みたいな、そういう演劇、戯曲的なこう言い回しみたいなものをやめて、普段会話してるみたいなんでいいじゃんっていうのは出てくるわけでしょ、うん、そうすると演劇空間がね、マイクを使ってスピーカーを通したんじゃなくて、うん、地声が聞こえる範囲で現代語でっていう、そう現代交互劇っていうのが、まあ、割とこうスタンダードになっていくと。でそれはやっぱりこう日常と乖離しないようになってるんですよね。でもなんか今そのオズの時代の映画とか見るとやっぱり映画の中はすでに芝居がかかってるんだけど、すごい見えるんだけど、でもそれは別に芝居がかかってるわけではなく、そのなんていうのかな、日常的に芝居がかかってる、まあそれは芝居がかかってると全く思ってないと思うんですけど、なんかそういうその生活空間の違いみたいな変化みたいなことがやっぱりあるような気がしていて、うん、とてもあると思います、ね、やっぱり。でそうすると天井の高さとか、うん、それもそうですね。だからなんかその仕草だとかその立ち上がるとかそういう、あるいはこうせかせかしてるのもいいんだけど、うん、なんかそういうのが、まあ、やっぱりこう一つはその家庭とか家の中の家の中でのその役割みたいなものとか、うん、そういうものがすごくはっきりあったんだなっていうことをちょっと思い出させるっていうかね、うん、だからそのお母さんバタバタしてるなんて言ったので波平はドンとしてるわけですよやっぱり、う
そうですね。母さん、お茶って言ってるだけ。そうそうそう。船はこうバタバタするんだけど、うん、波平はね、本当そうですよね。ずっと座ってるんですよね。うん、でそれでカツオが何かやったらバカモンって言って、まあそういう、あの、まさに、まさにそれなんですよね。で、そういう、その、まあその、家長が偉い。で、その、お母さんは、その家のことを全部、全部切り盛りして、せかせかと、働いているという。まあそういう、それがなんかあの さっきのこうスッと立つとか、うん、そういう動作と結びついてるような気がすると、うん、そうですね、小泉さんが言っていたのが、うん、そのちょうど私がターゲットにしてる1853年から、うん、1860年以前までぐらいの時って、うん、あの西洋化が進んだ時、ちょうど、すみません、1853年がそのお台場で埋め立てを始めた、うん、あ、なるほど、それはこのペリーが来航して、うん、あの大砲を打たなきゃっていうので埋め立てを始めた、うん、でその時からこう西洋が入ってきたと、うんうんうん、でちょうどそのから100年間ぐらいの1960年ぐらいでその、うん、まあ、日本の暮らしにどんどんあのヨーロッパのものが入ってきた、欧米のものが入ってきた、うん、でそういう中であの、まあ、石鹸が入ってきて洗濯が複雑になった。で洗濯板もそれまでなくてたらいで洗ってたらしいんですよ。たらいでただ水流してただけでもっと楽だったと、江戸時代は。そっか、江戸時代っていうか、まあ、明治時代とか。あ、じゃあ洗濯板、いろいろ入ってきて、まあ、服もそう、洋服も出てきて、着物だけだらって流して洗えばよかったのが、うん、ちょっと変わってきたと。で、あ、食べ物も、まあ、脂っこいものとか肉とかももっと食べるようになって、その多分洗濯にも関わってくるし、だからちょうどそので洗濯機が出たのが1860年以降かな、その、まあ、経済成長以降ですよね、うん、だからそれまですっごい洗濯ってあの1日2時間ぐらいやるような労働だったらしいですよ。そ、なるほど、なるほど。でそれはもうその以前にもその後にもない、その洗濯板がも輸入されたもので、あ、その洗濯が結構あの、まあ、その時とても大変だ、一時的にとても大変だったとか、まあ、他にもその、まあ、西洋化することで食べ物を複雑っていうかいろいろ食べるようになって、うんうん、洗ったりとか、あの料理も複雑になった。あ、そうですね、だから家事、うん、でその後はまあ家電ができてよくはなったけど、一番家事が大変な時期だったっていうのが結構面白かったです、うん、ああ、なるほどね。でその中でだから、まあ、女性はあんま働かず、あの、うん、養われようみたいな戦後の感じ、所得倍増計画して、うん、旦那が稼いで女性は専業主婦でみたいなことが、うんうんうん、あの戦後から80年代ぐらいまでとか主流だったじゃないですか、うん、それもその中の流れにあるというか、うん、家事を女性が中心的にやる大変な仕事をパタパタと、うんうん、なんか そこら辺っていうのがすごいこう発見でした、ね、私は、うん、新しく知って面白かった。なんかそういうなんていうのかな、その空間の中の人の仕草みたいなものが、それに注目するっていうことによって、例えば、その、なんていうのかな、あの、そういう視点が入ってくると、例えば突然作品がこう、少しこう、社会的になったりするような気がするんですけど、うん、ちょっとそういう、あの、要素はなんかありますか？その、あ、今回そうです、ね、うん、今回私そんなにその直接社会的なことっていうのはあのなんていうの示唆しないんですけど、うん、あのカメラは使うとかっていうのはとても社会的なことだと思うんですけど、うん、あのそれだけではないですけどね、うん、でもそうとも読めると。でも、うん、今回は割と直接的にこうコンテクストが社会だったり歴史っていうことに言及する、うんうん、っていうのももう新しいですね、私は、うん、でもまあ、うんと、オズの映画できっと引っかかっていたところが、うん、そこに確信があるのかなっていうのを思っていて、うんうん、それはすごいいい展開だと思ってます、ね、うん、例えばその観客がその座敷に
こう入って、そこまで行きましたっけ、座敷っていうか、その、展示空間のしつらえは、そういう。あ、そうだ、まずそういう話、ね。そこに行こうかな、じゃあ。展示空間は、そうですね。もうあとはお茶の間 と、戦後、焼け野原になった後に、家を建て直すと生活を仕切り直していく時に、お茶の間と台所を中心に家を作ったらしいんですね、うん、その時代、うん、1950年代かな。ちなみにその50年代はちょっと違うか、その台所っていうのは割とこうもっと前だと土間だったりする。あ、そうですよね、そうそう、うん、土間だったのを、ね、そうですね、その小泉さんのお家は土間ではなくて、うん、同じ高さに、台所がありました、うん、で台所ってちょっとこう今からずれたりしてるんですけど、その家は今からつながっていて、それは多分珍しいタイプと言って。そうですよね。だって入り口側にあったりしますよね。それか裏だよね。だから裏は勝手口っていうやつで、配達してくるのね。なんか、ね、なんだっけ、なんとか屋さん、三河屋とかがね。三河屋さん。この間でも本当小泉さん家行ったら、そこは学芸室になってて、昔の友だったところ、うん、でそこになんか三河屋さん的な人が来て、おしゃべりしてすごいおかしくて、そうだからシャバンサザエさんで、ね、台所は お勝手なんていうぐらいだから、お勝手って言いますよ ね、うん、勝手口があって、そのなんだろう、例えばその飯屋の厨房みたいなのこう裏じゃないですか、はい、なんかちょっとそういう感じがあるな、その裏口とつながってるんだね。で、それで玄関から入ってこないよね、その配達する人はね。いい時代だな。一番いろいろ知ってるみたい。ご近所の住宅。なんかいいですね、昔の住宅事情は。うん、ですね。うん、なんか豊かな感じがするな。まあ、金融高校ですよね。家を建てるローンを国が出して。そう、なんか。うん、だからそういう、なんだろう、こう、コミュニケーションというか、その、ご近所付き合いの形成のされ方も全然違うんだろうな。うん。うん。おはようとかそうですよね。なんか、小津の。ああ。はちょっと、その、他の映画とは違う感じかな。うん、家と家の感。うん、これちなみにこの鳩時計はどなたのですか？私のです、すいません8時いやなんか鳩時計ってね、こうちょっと今その話とシンクロしてたなと思って、昔のこう、ね、ありましたね、ボンボンみたいな、振り子時計もそうでしょ、ボンボンみたいな、そういう無印の鳩時計あ、なるほど、ありましたね、ありました、ね、時間ちょっと時間管理に届けいいタイミングでなってくれましたね、今ね、うん、すいません、なんか話しちゃったまあでも、うん、そうそう、なんていうのかな、やっぱりその生活空間とか、その近所付き合い、そのさ近所付き合いの話っていう、そのコミュニティの形成のされ方とかきっと全然違っていて、なんかそこにやっぱりなんていうか、それさえあれば、例えばそのシチュエーションさえ決めれば、サザエさんが出来上がったりするわけじゃないですか。そうですね。極端に言うとね。まあ、極端に言うと。オズもそうかもしれないですよね。例えばそういうシチュエーション、うん、その家と登場人物と、ね、そのお父さんと、その例えばお嫁に行ってしまうとかさ、そういう家族構成があって、そうすると、もう、勝手に物語が始まってしまうみたいな、そういう空間でもありますよね、なんかね、うんうん、その中にすでにこう物語みたいなものが起動する要素がそこにこう、うん、あるよね。小津の絵
まあ、映画ってそういうものとも言うかもしれないですけど、小津の映画見てると、その朝食のシーンとか、うん、本当に繰り返してるように見えるんですよ、ね。この状況でその人たちがご飯食べてる、まあ絶対1回しかやってないんですけど、あのすごい繰り返してるように見える。毎朝同じようにこうご飯渡して同じの使い回してたらあれだね、同じそのカットを映画またいで、まあ、それでもあの違い分かんないかもしれないなんかでも本当にこの暮らしは繰り返されているって思うんですよね、うん、そこはすごくその 空間が作っているところでもあるなと思って、うん、でそうだ、作品の話に今と台所の関係とか、うん、今っていうのが中心になったと。でその、まあ見に行った暮らしの博物館4畳半の今でお茶の間で、なんかその形を再現しようと。でもそのままその同じ材料で再現するのではなく、なんか私にとってのこれは VR、うんうん、なのであの特にゴーグルとかつけないですけど、うん、バーチャル空間として お茶の間をと台所を再現したい、まあ、そこに入れるかっていうと、うん、入れなくてもいいかなと思っていて、うん、でもいろんな角度から見れたりとか、まあ、あるとこから見ると大津の構図っぽくもなっていたりとか、はいはいはい、っていうことを考えています。なので、うん、素材は今回は、布で作ろうかなっていうのがあります、うんうん、割となんか最初の段階からなんとなく布かなっていうのがあって、うん、それはおそらくなんかちょっと画角というか、うんうん、現実の写し取りなんだけどちょっと違うものでなんか異質な素材、うんうん、ちょっとつるつるっていうかちょっとこう、うんうん、テクスチャーは違うけれども、でもなんかその形をしているみたいなものがいいなと考えてます、うん、でまあ実際の家だったらこう透けて向こうが見えなかったりはするけど、うん、CG だとこう見えたいように見えるじゃないですか、うん、CG というかバーチャル空間だと、うん、なんかそういうふうに視覚を作って、うん、あの立体物ですけど、うん、みたいなと、なんか視覚装置としてこの一体一模型を作るみたいな感じです、うんうん、そういうふうに考えてます、ね、なんかね、割と新しい素材なんでまだあの、うん、どうなっていくか検証しながらですけど、どういうその素材っていうのはどういうものですか。なんか布を今いろいろ見てる感じですけどね、布だらけですね、布だらけっていうほどいっぱいないですけど、なんかこれ何だったっけな、一個一個名前が覚えてない。これカーテンの素材かな、多分。それに例えばそのプリントするんですか、その薄間じゃないけどなんかそういう。そうですね、うん、でも割と細かい目のもの、これオーガンジーだとか、うんうん、とかも見てみて、まあでもちょっと繊細すぎるなとかそういうの見たり、うん、なんか網戸ぐらい粗いのでもいいかな。かやとか。かやもいいなと思ったりとか。かやって結構、うん、あのテクニカルな問題ですけど、サイズも大きいし、うん、割と幅を取れるんじゃないかな。確かにこうかや的なものだとそこを全部こうすっぽり包めちゃうね。そうですね。うん、でなんかそうですね。細かすぎるかな。カーテンとかちょっと粗っぽいか。のものとか、これなんだっけ、ガーゼっぽいやつかな。なんかあの向田邦子展も昭和だなと思って見てみたんですけど、結構そのもっと粗いガーゼみたいなのが結構あの会場の間仕切りに使ってあったりして、綺麗でしたけどね、すごくおしゃれな黄色でできていて、とてもその昭和の時のなんかモダンなハイカラみたいな、うん、ハイカラではないかな、なんかこうね、あのがっちりその本物のように作るっていうやり方もあるんでしょうけど、もうあるんでしょうけどね、うん、
そうではなくてね、なんかあえて映画空間もこうボンって立ち上がらせるっていうの、うん、ありますけどね。それそうね、それもやってはみたいような。でもなんかそれだったら昭和の暮らし博物館に行くのでいいかなっていうそれはもうちょっとなんていうかな、あのオーセンティシティを重視するっていうかまあなんかね、ちょっとその思ったのが、日本の家屋の空間っていうのがその西洋のそれと違って完全なこう壁みたいなので囲われてないっていうのがあるじゃないですか、うんうん、例えば障子だとかその襖みたいなもので仕切られてるっていうのは全然違っていて、そのある種こう風通しとか見通しとか、うんうん、あの下手すりゃこうバーンと開き放しちゃえば全部部屋がつながって見えてしまうみたいな、うんうん、そういうあの構造を持ってるんで、なんかちょっとねその辺もこうあのこう意識されてるように見える部分はあるかな、うん、その、うん、こう透過してるみたいなところで言うと、そうですね、うん、あのまあ、全部の壁を作るか分かんないっていうのもありますし、うん、まあ、実際結構あの抜け柱はあるけど割とこう、うん、抜けている空間になると、うん、なんかね、あとちょっとこれは偶然で全く偶然で、特にこうキュレーションしてますみたいなことを言うわけじゃないんですけど、なんかそのこう過去と現在がオーバーラップするしてるみたいなことに感じるものがすごく多いんですね、うんうん、あの今回他の作家さんでも、うん、例えばその、 あの過去と現在がなんていうのかな、そのこうテーマとかモチーフとしてこうあのアイデアの元として伝統とか過去のものとかそのこれまでどうだったみたいな話を持ってくるっていうのはこうある、もちろんあるんですけど、なんかそれとそれが展示されている、それが今回その形になる現在っていうものとうまくこうオーバーラップするみたいな感じがこうあって、なので例えばその割とこう抜けに現在のその東京の様子が見えたりするとかっていうのはなんかすごくあの方法としてあのなんていうか今回のこうテーマとのこう合致するというか、うん、あのそういう過去と現在が透けてるみたいな、ね、確かに、うん、なんかそういうのが、うん、割とこう共通して見られる感じなんじゃないかなと、うん、まあでもそうですね、メディアとテクノロジーを扱うって、うん、こうあのその違う時間を扱えるメディアなので、うんうんうん、だから なんかそのそれを技術的にやるんじゃなくて、あとちょっと面白いのが割とこう映像とかその非物質な感じでやってた人が、うん、結構今回その作り物を作るっていう感じになっているのがすごく面白くて、でそれは何だろうな、やっぱり展示空間っていうことも あの、うん、もう影響してるのかもしれないんだけど、やっぱりなんかこう作品がどういうふうにあの強度を持って見えるかっていうところで考えていくと、うん、やっぱり今回の条件で言うとなんか物を 作んないとあのなんていうのかな、その場所に場所とのこう関係駆け引きで言うとちょっとこうあの映像では弱い部分みたいなのがこう出てくるっていうようなところもあると思うんですね、うん、なんかちょっとその、うん、こう作みんな結構割と最終的に作り物になってるっていうのが、あ、そうなんですね、割と面白い傾向だなと思っていますけどね。でやっぱりなんかあのちょっと他の作家さんのアイデアの中でもちょっと僕はこう言い過ぎてたのは、結構こういうその場所で行われるんだから、その場所を遮断、そのなんていうかその場所の環境を遮断しちゃうようなのだとちょっと面白くないんじゃないっていうのをこう言って、うん、言ってた部分もあるんですよね、うん、まあ、もちろんあのなんていうか遮断するしないと体験できない作品もあるんでなんていうのかな、こうあのかなりあのクローズ、ブラックボックス、うん、クローズの空間にする作品もあると思うんですけども、うん、あるんですけども、なんかそのちょっと
あの僕が割とこう今回こう担当してるというかその関わってる人たちは結構その透過性っていうかなんかその辺ちょっとこう、うん、あの意識されてるしてもらってるなと思って、まあ、AR とかはそうですよね、うん、最初そういえば AR ってちらっと言ってたあれは、まあ、そう言ったら藤川さんも AR じゃなくなっちゃったんであ、そうなんですか、ね、すごい結局すごいですね、そうそうそう、じゃあ私逆に AR VR にしようかな、むしろいやでもなんか物なんだけど VR みたいな方がいいかな。なんかだから段ボールとかも考えましたけどね、ちょっと。ああ。でもなんか確かにその、そういう布を使うと、ちょっとこう、なんていうのかな、印象が映像的になるかもしれませんね。うんうん、なんていうか、ちょっとこうスクリーンっぽいっていうのもあるかもしれないけれども、うん、なんか、スクリーンっぽくはなります。ふすまってふすまスクリーンとか言いますしね。ああそうっすよね、うん、だそもそもがねそのいやそれこそその幻灯あの昔のねこう江戸時代の幻灯記とか、うん、そういうのっていうのはやっぱりそのなんていうんですかそういうスクリーンに映して見せたりするものだからやっぱこう映像の起源としてプロジェクターあのモニターというよりはプロジェクターなんですよね、うん、その映像っていうのはそもそもプロジェクションだっていう、うん、あのディスプレイとかモニターではなくて、うん、そもそもの起源がプロジェクションなんだという、まあ、そういう意味ではそのスクリーン空間っていうのは結構面白いなと思ってあの聞いてたんですけども、うん、ではそれがその空間自体がこうスクリーンのようなものに囲まれてるっていうのも、うんまあ、ちょっとこれはあのかなり苦しいこじつけだけど割と映画的だなっていうかなんていうか、うん、あのねちょっとこう映画的な記憶を呼び起こすところもあるかなというような気がしますね。ですね。あとはでもあなんかこの模型、うん、模型っていうのかなこの家のインスタレーションの他に、うん、まあ動きを聞き取った、うん何ていうのかな、まあ、立ち上がる動作だったりちょっと他のことを考えるかもしれないんですけど、うん、ちょっと連続写真的なねそうですね、うん、でをあの他の場所にプリントして展示するだったり、うんうん、あとはあその模型の中にも、動きの軌跡を描きたいなと思っています。なんか、うん考え中ですけどそれは、うん、なんかそうねそのちょっとそれは考え中です。音と一緒にできたらいいかなとか。あそうだ音ってどうなったんですか、ちょっとその話も聞こうかな。音はその動作の音立ち上がる音だったら歩く音みたいなので、うん、で歩く軌跡だった重心が動く軌跡を、うん、なんかケーブルで形作れないかな、うんうん、どうなんだろう、なんかコンセプチュアルにうまく機能するかわかんないですけど、うん、でそれはスピーカーのケーブルで、なるほど、音が当たってる、うん、なんかうまくいったらいいかもなと思ってちょっと実験してみないとですけど、うん、なんかあれですね、こう時代交渉的なことで言うとさっきのその昭和の暮らしみたいなあのところでこうリサーチっていうのがあるんですけど、なんかあのやっぱりというとあれだけどちょっとこう平倉さん的ななんかあの関心事ちょっとこう平倉系的なのをちょっと感じられますね、うんうん、そんなことないですか。平倉系的どこら辺がそういやなんかそういう動きの分析みたいな、うん、確かにそうかもしれないですね。ねあの動きを取り出して整理するみたいな。あそうね、あとはあの映像 LED の、パネルの大きいスクリーンに、あ、はいはい、うん、まあ広告が流れているはず、うんうん、でその合間に、うん、1分ぐらいの映像で、うん今、まあ、やりたいなと思っているのは3つ案を出した3つ目なんですけど、うん、実は、まあ、でも全部やりたいかな、
3つ目が映画のシーンの、男の人が歩いているところをこう埋めるように、うん、周りを女の人がこう家事をしながらっていうか、ちょっと落ちてるものを拾って片付けたりとか、うん、ちょっとあっち行って座布団拾ったりとかっていう動作をしながら歩いている、うん、それの男の人を消した映像みたいなのをいくつか3つ今のところ持ってるシーンがあって、うん、それをやってみると、そうするとその、まあ、男性の動きに合わせて女性はその周りで、うん、家事というかちょっとした動作をしながら動いてるけど、その、うん、中心となる動きがなくなった時に女性の動きだけを切り取ってみるっていうのを作ってみたいっていうので、うんうん、まあ、あとサザエさんも使えるやつがあれば入れるとか。あ、なんかね、ほら誰かの作品でさ、ドラえもんの鈴木ひかるさんですね、うん、人がいない、ね、人がいないのび太の家ばっかりを編集したっていう、ね、それに福島の音を重ねるっていうやつです、ね、いやあれは本当にすごい作品だなと思ったよね、すごい作品、うん、なんかほらあなんだっけ、その藤子 F 不二雄の漫画にさ、もうすぐその地球がなんか惑星とかのその水星だかな流星だかなんだかと激突するんで、東京だかどっか日本かどっかから人を全部秘密裏に移動させるっていう、でそこでその人を選ぶんだよね、こうなんか行ける人と行けない人が選ばれてるみたいな話があるんだけど、でその中でこうどんどんこうご近所がどんどん引っ越してっちゃってガラーンってなっちゃうっていうシーンがあるんだけど、そういうのをちょっと思い出す、ね、うんうん、いやもうでもオズも結構無人の時間あるんですよ。あ、それが結構すごいなんか、うんうんうん、無人だけど気配を感じるというか、うんうん、なんか気配みたいなとこまで行けるといいなと思ってて、それってその奇跡だったり音っていうところが、はいはいはい、なんか実際 の, そのイメージが、うん、そのイメージがそこの場所にあるよりも、あとなんだっけ、あと映像が2つその考えているのが、うん、1個は、その女性がしている動作を男性に再現してもらうっていう、うん、それは再撮するの？それは再撮してですね、うん、でもちょっと場所とかをどうするか、なんかまあ、真っ暗だったり、むしろ再現するっていうよりは、なんだろう、まあ、床にその図面ぐらいは描いてもいいかもしれないけど、うんうんうん、本当の空間っていうよりは、うん、架空の空間で動きだけ再現するみたいなことを考えてます、うんうん、あとは父親と娘の会話の言葉だけを表示する、うん、それは文字でね、文字で、うんうん、面白いですね、それ面白いなでも私はこのままお父さんと一緒にいたい、うん、そういうのが急に出てくる広告な、面白いな。だからそれはその介入してくるものとして面白いなっていう、うんうん、面白いというか急に時間が変わるというか、うん、本当ね、なんかその今のセリフみたいなのもどういうシチュエーションかっていうのを勝手に想像するといろんな意味になるの、うん、面白いですね、そんなことか、うん、まあ、それは他のその女性の動きみたいなこととは離れたとこかもしれないけど、でもまあつながっているというか、その小泉さんが言っていたその女性としての振る舞いみたいなこととかって、すごく、まあ、他の国にもあることだと思うんですよ、女性の方がと、うんうんうん、家族の中で扱いが違うとか、うんうんうん、でもそれが日本の場合はとても細かいところまであると、動きとか話し方とか、なんだろう、ちょっとした動作のところまで、うん、おそらくすごく細かいというか、うん、で
そういったところがにじみ出るんじゃないかなっていう感じ、うんうん、なのでそこはあの、まあ同じことは使っているけれどもちょっと飛躍したものとして、うん、というかそのインスタレーションで完結もできるけれどもちょっとこう想像を広げるものとして、うんうん、なんかそのそうですねこれだけでも成立はするかもしれないするとは思うんですけど、うん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 これがあることでそのインスタレーションの見方が、うん、広がるというか見る角度が増えるっていうものだと思って、うん、なんかやっぱりその3つ要素があるのはいいと思いますよその LED とそのガラス面のそのやつとインスタレーション、うん、動きを細かく、うん、あのコマに落としているものと、うん、インスタレーション気配を見るみたいななんかその3つの要素があの一つの作品だって分かってなんかそのああそうかって思う何かがあるような気がしますね。そうですね。あの時間大丈夫ですかね。あのどうですか。作品の話は伝えようと思っていたことは伝えたと思います。うん、そうですね。あとそうだな、うん。映像どれやろうかな。多分なんかまあできるだけやるっていうのもあれですけど、うん、結構あのアニメーションの方アニメーションの方っていうか動きを消したりする方が時間もかかるし撮影するとしたらそれはちょっと見てみたいな見てみたいね見てみたいですよねであとはまあ横長だから男性だけバージョン女性だけバージョンとかをこう4つ並べられるっていうなるほどね、うん、グリーンがだいぶいいかなうん、あの聞いといた方がいいなというのは、まあ、例えばその今回のバックアンドフォースバック東京フォースみたいなバックアンドフォースとかちょっとそういうお題に対してねそのどういうその答えを出せたかっていうと、まあ、答えっていうとあれなんだけどもあのちょっとその辺のこう自分がどうそれに対してあの答えを与えたかみたいなところをちょっと一言ぐらいもらった方がいいかしら。お題に対してどういう、うん、なんていうのかな、まあ、そのああちょっとどういうところを意識したみたいな。うん、結構でももう話している、うん、だいぶねだいぶ話されてるとは思うんですけども。でもフォースの部分とかかな。うん、それはなんていうの、そのさっき言ったその透けてるでも何でもいいです、その現在において展示してるっていうね、うん、そのなんか作品の中で閉じてない感じっていうのはいいと思ってるんだけど、うんうんうん、それはとても意識しています。で、まあ、今の今見に来る人は今の人が見に来ると、うんうん、で、まあ、バックはそのお台場ができ始めた時から、うん、100年間ぐらいを捉えていて、うん、それが今と重なって、それは、女性について女性の動きだったり、うん、まあ、役割とかっていうことを強く推すものではないけど、まあ、それをこう体験的に見られるというか、うん、まあ、場所がエスカレーターのとこなので、うん、あの嫌でもあのなんていうのかな視点を変えながら見る場所で、その空間をこう体験的に見ることを現代の風景と合わせて、うん、でそれにその、まあ、今から過去の女性のこととかを考えるっていうことはあのとても今未来を考えることにとってあのキーワードになると思うんです、うんうんうん、やっぱりなんていうの今あの女性の役割だったりっていうことはすごく言われていて、で私もそれは、うん、あの作品の中だけでなく大事なことだと思っているので、その単純にあの女性が活躍するっていうことだけではない、
未来っていうのは、うん、誰もが考えることであると、うん、でそこについて考えた上での未来だろうと思ってます、うん、すごい社会的な面ばっかりを今言いましたけど、まあ、背景というか多分私がここにすごい今こだわって、うん、というか自分の確信だと思って、取り組んでいるのはそういう理由があってやってます、うん。